おざす、ティッシュンです。さてやっていきましょう、X ディファイアント。ちょっとサーバーエラー起こしてたみたいですけど、改善されたようですね。はい。あ、これ、デッドセックロックかかってんだ。使えないんだね、とりあえず。ああ、まあじゃあ、どうしよう。リベルタードでいくか。はい。で、デッドセックってやつは、ウォッチドックスシリーズの勢力かな。うん。ウォッチドックスな、1と2はマジで面白かったな。ただそのレギオンってやつがあるんだけど、その2の次の作品のウォッチドックスレギオンってやつはなんか微妙だった。その上進行不能バグっていうね、そのとんでもないやつが放置されててちょっとクリアできずに打ったわっていう過去があります。懐かしのウォッチドックスシリーズ、まあいいでしょう。でちょっと感度が変だ。感度は大丈夫か。どっちかっていうと加速かな、効きすぎてる気がする。ちょっと下げよう。まあこんなもんか。はい、さあやっていこう。もう待ってたからね、このゲーム1年弱ぐらい。プラバンカー OK、 まあいいや。はい、でモードはエスコートかな。まああれだね、ペイロード的な感じのゲームモード。でこの武器は何だ。はい、 M4 ちょっと飽きたから、この AR だけなんか2丁使えたんですよ。 MDR ってやつ、 これはい、まあ使っていきましょう。レイド早い系かな。ブルーパップ式の AR です。はい、でこのゲームどうなんだろう。ちょっとこの手のゲームにしては珍しくエイムアシストが弱い。弱いっていうか、これ何なんだろうな。ちゃんと聞いてくれてはいるんだけどな、違和感がある。 APEX ほど追ってくれねえし、ザ・ファイナルズの最初ほどひっついてくれねえし、何なんだろうこれ。遅くなってるだけって感じだな。はい、まあまあまあ不備はないんで、まあ、不便そうではないんでね。はい、まあ頑張ってこれからもねやっていきましょう。ちょっと慣れが必要かもしれない、このエム感度的なやつは。いらっしゃるが OK。 グレで吹っ飛んでくれた。これなんだこれ、味方の何なんだウルトじゃないよな、この壁透けてるやつ、ボールハックかかってるやつ。アビリティかな、普通の。めっちゃ便利やん、味方にも見えるっていうのがやべえわ。はい、でこっち行ったね。ケツ折ってってもいいけど、なんか脇から刺されそうだから普通に正面から行っちゃっていくわ。 OK。 さあでパッケージも来たね。まあ、このまま押していきたい。これがよー、頑張れ、あと一発ナイス。さあ一旦回復して、でこれパワーでいけるか。これバリアあるね、まずまず壊しとく。バリアマジ厄介なんで。さあこのウォールハックやばすぎやろ、強すぎ。ああ、もう敵全滅してて、こっち7発しかない。この DMRDMR じゃない、 MDR か。さあもうベレッタしかないぞ。武器落ちてない、どっか武器。おっ、エンファがあった。あ、おっ、ちょっと待って、おっわちゃわちゃしてるぞ。 OK。 さあ下に視界もクリアになって、前進していきたい。溜まってるか、いってらっしゃい。やばい、ちょっと、ああよく、まあまあまあ、アイアンサイトはちょっと見づらいな。小生がほんとちょびって出てるだけなんで、フロントサイトね、小生がちょびって出てるだけなんで、ちょっと精密なエイムはなかなかしんどいかもしれない。だその分この小門の間隔が広いんで、まあ、狙いづらいってわけではないけど、まあまあいいや。はい、まあ、どうせこいつもそのうちダットサイトかなんかつけると思うんで。現状デフォの状態ですが結構強いかもしれない、この MDR レートが素晴らしい。さあリロードして、 ADS ちょっと遅いか。あ、いいね。さあこの芋ポジっぽいところから打って、いいよ。さあ一人やって、なんか近場に OK やって、この火はなんだ、消えた。でこれもうちょっとだね、押せそう。でここでウルトですよ。はい、 OK。 でいるじゃん。お、溜まってるな、これ全員やったろう。よし、ユさん、はい、4ギルでかい。あ、終わった。なんかえらいさらっと終わったな。まあまあまあいいでしょう。まあ、ウイジン、一応ウイジンになるのかなこれ。はい、まあウイジンはね、さらっと勝ちまして、まあ後半戦だね。はい、
あともうちょっと先だっけ、ここら辺だっけな、ベータで、あ、ここだ、ベータですげえなんか初動刈り取りポジションみたいなとこ抜けたんだけど、あ、ここら辺だと思う。 OK、 もう入ってきたよ。危ない、ちょっと待ってくれよ。わ、でもそんな食らったんや、味方が回復してくれたのか。なんかこれどうなってんだ。 OK、 1人はやってチェックポイントは取られちゃったけど、まあ撃っていきたいが、ちまでよ、これグレーがやばい。いいか、これだね、やっとこう。 OK、 さあちょっとさすがに味方死にすぎてるぞ、一旦下がろうか、前線下げた方がいいかもしんない。ここの芋ポジションで撃っていく、芋ポジまあ頭一個ポジかな、ガイドのところ。一人抜けたのは見つけたけど、あ、OK、さあここら辺で打ち合って、やべちょやべのそってきてた、ここは前は、はい、まあまたちょっと走らなきゃならないけど、まあ、気持ち切り替えでねやっていきたい。ペイロード面白いな、正直このゲームドミネーションちょっと難しいかなと思ってたんだけど、ペイロードはなんかあれだ、頭空っぽで打ち合うか、敵が一方の方向からしか来ないから、はい、でかい。さあこれはこっちからも来れるんだっけ。おお、いいね、ちょうどだった。はい、でまだ来てない、ええですな。さあ2人やって、ちょっと遠いか、アイアンサイトでなんかきつそうだから一旦引きます。全然見えへん、ちょっと待ってよ。キル角入った、 OK。 でさあペイロード押してるのはやって、で一旦停止だね。これどっから来る、一瞬上に上がって見えたけどな、どうしようか、ちょっと見に行ってみるか。ここら辺、おっ、いいタイミング、ちょっと待てよ。 OK、 なんかなやっぱエイムがな、なんか難しいな。コッドに慣れてる、まあ一番最近やってたゲームはコッドなんだけど、コッドに慣れてるとちょっとなんか逃しちゃうことも多そう。あんまりやっぱ追ってくれないんだよな、すげえなんか感度は下がるんだけど。で、あ、これやばいか、あーナイス、あーで2人、うわい、やった、あ、危ねえ。なぜかもう1人の敵が下に逃げてくれて助かった。で弾がないんで M4 借りよう。あんまり追ってくれないよなこれやっぱ、うん、結構シビアだな。あの自動改札グッチみたいなやつがめちゃくちゃ邪魔やった。はい、まあいいや。さあやっぱそうだな、追ってくれたり吸い付いたりっていうエイムアシストじゃなくて、なんかすげえ感度下がるって感じだ。エイムアシストだなこれ、種類的に。はい、やっぱエーペックスのパッド問題が響いてるんでしょうか。あと言ってたところで、これは勝ったでいいのかな、すげえムーンウォークしてるけど。ナイスストップ。ああ、多分勝ったね。はい、というわけで。まあ、もうちょっと打ち合いたかったな。敵さんもうちょっと頑張ってほしかったけど。まあ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 。初陣はね、勝利ということで。はい、ありがとうございます。さあ、何キルだ？お、キルですいいね。4.87。ただ、キル数があんまり振るわず、39キルも、まあまあまあいいでしょう。はい。まあ、こんなもんです。初戦は。ただまあ、ゲームシステム、ゲームモード、そしてこの打ち合いの打感的なものはかなり、まあ、ベータの頃から変わらず面白いです、まあ、ちょっとエマシソがなんか臭いある気がするけどはい、というわけでこれからも頑張ってください。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。